はい、どうもこんにちは。今日紹介するウォッチフェイスはね、デザインが好きかな。それであのフォントがね、かわいいね。それがこちらです。ね、かわいいでしょこれ。でこれ外に秒あって、ここにも秒あってね。で時間があって、なんだろう。なんかこう縫った感じだね。布に。これかわいいよね。いやこれがそのね、設定開いて入れる画面ね、ここを押すと設定いくんだけども、まあ、ここにあるようにね、アーバンよりもモトローラーのね、スマートウォッチの方がね、合うね。このベゼルが薄い方が絶対合うね、これは。で、まあ、設定としてはもう簡単よ。これだ、これはもう、どっち、まあ、こっち。どうする、どれっていうね。じゃあこれね、どうですか。僕はこれかなりね、来てるね。これいいね。ただまあ日付とかが確認しづらいのがあれだけど、まあ日付なんてそんな忘れないからね。はい、本日は、デザイン、フォントが可愛い。はい、本日は、数字のフォントが可愛いらしいウォッチフェイスをご紹介しました。それでは、さようなら。